いいねこれ。うわー、来るね、アメリアン。来ても死ぬわけじゃないけど、ちょっと痛い。魔法使い殺しておきたいな。お、マジで突然 OK。 あ、魔法使いじゃなかった、ミスった。逆に一歩前進してからこいつはどうしよう。 54% だときついね。はい、69% だ。突然オッケー、よいしょー。あとは物理的にはいけるんだよな、物理は。魔法が無理だけど。あ、エリック戦おうかな。ちょっと戦いたいな。持ち物をじっくりにして、よし、待機。相手届かないし、もう大丈夫。チストも大丈夫よね。こっちも大丈夫。やっぱアメリアが届くからな。ちょっと避けとこうか。アドランスピア、オッケー。よし、オッケー。いろいろ考えるな、本当に。あー、痛い。え、マジで？そんな、オッケー。ですよねー、 HP ねー、 HP というか回避率がね高いからね、てか HP が低いからねって言いたかった。 HP が低いから他のやつが特化してるということですよ。当たらねえよ 6% とか。よし、若干怖いけどね、これ。あー、痛い。あ、魔法使いの攻撃は痛いわ。別に、あれ、命中 33% もある。アミリアケか。ちょっと攻撃、威力普通に高いし。リザイアとかやったらレベル、あれ低いんだけどな。一体刺すか。よーし、そろそろ当たるかなと思うけど、そう簡単に当たらんのよな。どうしようかな。こうしたらいいか。違うな、こうだ、うん、こうしたら反撃できる。1回だけ。よし、じゃあヒーリアスでこいつ倒して、別の意味、オッケー。やはり強い。ああ、やっぱエリック狙ってこないんだ。ジクリンで、おい、へい、倒せない。ふざけるな、ふざけてる。あ、待てよ、見る。ノール先に上げた方がいいか。フジクリンでもったいないな。クロノスピアーだめー。鉄の剣だめー。鉄のやり。うん。まあ悪くない。オッケー。見る。あ、オッケー。トゥルーって。ヘイヘイヘイ。が厄介なんだよな、毎回。選手交代するか。デュッセルがいけるからな。トマホークで倒したいね。 56% ってきついな。こいつ素早さ高いな。いけ、おーしゃー、きたー。よーし、あとジストだな。道具あるんや。あ、もういいね。とりあえずノールレベル上げたいな。レベル15か。あ、ま、あ、またドラゴンナイトまだおるんや。めんどくせえな。敵多。痛い。あー、ドラゴンナイトのせいで攻撃できんな。おお、やばい。オッケー。危ねえ。危なし。どうすか。よいしょー、完璧。結構ゴリ押しだったな。ここちょっとゴリ押しすぎたな。あー、届かんのよね、毎回。くそ。あー、ノールじゃ無理だ。
もう出てくんなや、そろそろ。HP やべえし。あ、森に逃げればよかった。そう、これもう一回動けん。無理。魔法のやつがおらんけん、多分ギリアも回復戦でも大丈夫だと思うけど、とりあえず囲もう。もしこう囲んだらいけるやろ。ギリアさ、死ぬことはない。多分ね。多分ね。こうしたらいいな。槍か。ちょっと待っとこうか。あー、剣もおるんか。めんどくせえな。剣もいいな、鋼か。槍か。槍でいこう。69%。きつ。でもいける。オッケー、いったー。よーし、ターン終了。いや、難しいな。おい、ギリアム来たー。まあ、ヒーリアスはな、苦手属性だからねー。危ない。おい、いけいけー。あ、レベル上げたいんだよな。無理だな。乗る乗る、無理だな。倒しちゃうぜ、別のやつが。あー、こいつならいけるか。無理。うわー、つえー。レピア3。ふざけてる、マジでふざけてる。別なり28下目。お、いいんじゃない、ちょうどいいぞ。よし、オッケー。よーし、来たー。これで乗る、いけ。見る、80。オッケー、完璧。ウィーッ、オッケー。したらこれか。ウィークリンで倒したいんだけどな。アウトドア、28、48、オッケー。いける。いける。食らうなぁ。 68%、 まあ 68% 受けるか。これこういう下がり。うぅ、 87%、 いけー。 OK、 エリックやばいんだよな。エフラムか、エフラムやばいんだよな。これだな、またね、またね。回復役がおらんけどな、きついんだよね。もう HP 少ねえな、やば。こんなに HP 不足になるとは思わなかったわ。スパロボで言ったら、あの信頼どころが、あの友情が欲しいよね。友情やったっけ、なんかマップ全体全員回復みたいな、そんな魔法が欲しい。これどうしたらいいんだこいつ。21か。無理ー。はい、知ってる。ルナー、無理ですよね。待てよ、見る。 73% で11。11って無理だろ。お、いい感じ、めっちゃいい感じやん。やったぜ。トゥー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 っと。うん、救出、引き受け、下ろす。 OK、 この上で回復できるのか。できるかね。ミリュー 73%。 OK、 よっしゃ、よし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 、いいぞいいぞ。まあ、こいつさ、マジゴミなんだけど、上がり方。あー、ちょ、回復したいな。傷薬買ってこよう。あー、こういうの使いになったけどな、全部。リカバーってな。おー、すごいね。は？特効薬しかねえよ。ふざけてる。こんな店買えるか。回復薬ねえんだよ、やべえ。回復がない、回復が、回復がありませんよ。傷薬、みんな HP やばいな。見てよこれ、やば、みんなボロボロやん。左上で回復したいな。ちょっと時間かけてるのか。金がもったいないな。
あ、倒しちゃった。3か、3だったらちょっと連れていきたいな。うん、こいつ少し動けるの。最初から下ろすよ、もったいね。あー、次のターン倒せんくなるからね。右のやつどうしようか。 HP みんな低いんだよな、マジで。やべえ。どうしようかな、困ったな。ヒーニャスで倒すか、あいつは。ミルラにまさか攻撃するようなバカはいないだろ。こいつは効かんけど、これ減らんのいいよね。たぶん縦になるから、マジで。見る。お、65%。オッケー、完璧。よし、あと右上のやつやな。こいつ。おお、なんかある。あ、これ売れるな。めっちゃ売れるじゃん。斧か。剣だな。剣。どう釣る釣るじゃん。そうそう。危ない。あるあるだな。装備しようとして捨てるというあるある事件を起こす。お、いいダメージの耐え方だね。鋼の、うお、必殺があるの、やっぱ。俺ならいける。 OK、 まあ、そもそも当たんないというね。おい、したらミルで攻撃 76%。 OK、 やってレベルアップ。 OK、 そしたらレベル17か。魔法はすごい高いな、マジで。なんかどんどん出てくるな。せっかくこれ右のところまで来て、あれ地道にレベル上げようかなと思ったらめっちゃ敵出てきたな。よし、大量にいた敵も、ノールのね、ちょっとレベル上げをしました。したらレベル20になって、からの、持ち物でこれを使います。あー、こないだサマナーやったんだよな。で、今度はドライダーにしようと思います。でもな、ノール弱いんだよな、正直。まあ、魔法使いと戦うのはすごいいいんですけど、普通の敵とは戦えないんだよな。魔法使いのみ専用なんだよ。見てくれよ、この魔法の高さ。そして種類が使えるようになっただけで、あんま強くないな。あー、こっからなんだよな、こいつは。まあ、杖が使えるようになったのすごいでかいかな。倒したいな。ソードマスター倒したいな。きついんだよな、正直。ソードマスターですら。ソードマスター倒しに行こう。まずね、普通に1対1ができないだろうな。防御力超低いもんな。魔法は超高いけど。防御力何本 ?5 か、やばいね。5はやばいね。その間に魔法が21ってやばいな。神だな。神になるやつ。鉄の剣で。うお、必殺出たら死ぬ。でこうしたら、おい、絶対死ぬ。必殺53、命中89って絶対死ぬ。ルナ無理。倒そうかと思ったけど無理だ。おお、ゼロ。完璧じゃないか。
痛くねえ、まったく防御高いな。65が一番ですよね。オッケー、しゃーっと痛い、ようやくここまで来たな。まあ、こいつのこの技を全部なくならしてからのっていうのもあるやけど、吸収あんのきつ。いやでもこいつなら倒せるやろ、正直楽勝で。防御21だぜ、やべえだろこれは。もうやばすぎるだろしょ、やばすぎでしょ。ミラルとかでも全然ダメージ食らうのやないかな。最悪ミルラ、ミルラこいつ強え、問題なく強いな。54も与えてるぞ、強。あ、それでもダメージ食らうんだこれ。8も食らうんだ、やばいな、ね、これ絶対食らうじゃん超。これめっちゃ食らうじゃん、しかも1しか食らうし、やばひどこれ。さっき54与えるのにこいつ5、6倍かかるぞ、50倍かかるぞ、正確に25倍か。うわきつ、絶対無理じゃんこんな。うわーこれか、これはきついな。とりあえずだな、とりあえず倒そう。どうしようかな、エリックで倒して。正直威力ゼロか、エクナム強いな、エクナム強い。スパイカー、うわゴミ、マジゴミ。うわゼロかよ、ひどデュッセル行け。あーデュッセルなら戦えんこともないけど、戦いたくはない。アルベルト、マジゴミだな。エフラムぐらいしかおらんぞ戦えるのは。やばいなこれ。おおルナ、あそっか防御無視か、強いけど命中39ってやばいな。エフラムだな、威力30 24、鉄の剣でいいんじゃない、鉄の槍でいいんじゃない。いやさすがに鉄の槍じゃ。これで待機だ、よし、オッケー。はい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 、はい、うえ知ってる知ってる、ちょっとびっくりしてしまった、当たったことにびっくりしてしまった。減り方尋常じゃないな、しかし。こんなにエフラム強いのに。26か。絶対倒さないよね。39。必殺がなぁ。11ってやばいもんな、実際。これノール死んだらやばいからな、実際。相当やばいからな。ジクムントで一撃。うわ、一撃じゃねえし。地域にしとけや、2とかダメージ与えないから2あるな、絶対こっちに当たったら。スマホーク、死にはしないし、倒せるな普通に。いけ、よいしょー、オッケー、じゃあねー。いや強かったな、リザイア、いいね。あー最後のやつも強いな、リオンも結構。おーニーズ、おーい、いいね、いい武器どんどん揃っていきようよ。てかまだ12時間しかやってないんか、いやなんか結構やってるような気がするんだけどな。というところで今回ちょっとね、まあ死んじゃったけど、その代わりノールが、まあ魔法使い役になったということで、まあ今後は期待できるんではないでしょうか。とりあえずね、ライブを持たして終わろうかなと思っております。あとミラルがな、流石がちょっと使えないっていうのはな、まあ、まあ当然か、当然っちゃ当然なんだけど、まあしょうがないなっていうところで、今回はここまでにしたいと思います。ジストをな、正直レベル上げたいんだよなこいつな。でノールがちょっと弱すぎるんだよなこれ、能力値が。ちょっとどうにかしないとやばいんだよな。エフラムがね相当強くせないね、とりあえずエフラムを強くして、あと、ちょっと手ありをね、ちょっと補充しまくろうかなと思っております。というところで、今回はここまでにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。
手やり買いまくろ、手やりな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。